なぜ戦う？理解できぬな。人類という種のためか。ならば、世の行為はむしろ強力だと言っておく。例えばお前たちの社会には、国境という縄張りに似た仕切りがあろう。境の右では子供が飢えて死に、左では何もしないクズが全てを持っている。狂気の沙汰だ。世が壊してやる。そして与えよう。平等とは言えぬまでも理不尽な差のない世界を。痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。世界に痛みを。なぜ戦う？死ぬと分かっている。愛情があるからこそ犠牲が生まれ、憎しみが生まれ、痛みを知ることができる。キナだ！俺が憎いか？カイトが死んだ！嘘つき。殺したのは俺。違う！俺じゃない！あいつだ！俺じゃない！殺したのは人だ！貴様を殺す！人！俺の痛みはお前以上だ！贋作を作るその頭蓋！一片たりとも残しません！この夢は間違いなんかじゃない！その結末か。